私たち JR 東海は、東海道新幹線と地域の在来線、それから、駅ビル、それからホテル、百貨店等の事業を展開をしています。日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献をするという経営理念を掲げているんですが、毎年毎年より高いレベルで実現をしようということで取り組んでいっています。当社の主力である東海道新幹線は1964年の開業以来、約66億人のお客様にご利用いただき、日本経済の成長を支えてきました。乗車中のお客様が死傷される列車事故ゼロを継続しています。安全安定輸送の確保は当社の最優先課題です。安全最優先というのは、社員が心の中に刻んでいて、全ての行動の原則になっています。一方で日本は災害が多い国の一つです。沿線の地形や気象データから災害の危険性をリアルタイムで評価し、たとえ大きな災害を受けても速やかに復旧する準備があります。私たちはこのサービスを継続的に磨き上げてきました。安全性やクオリティを未来につなぐための教育や訓練も私たちのミッションです。安全性だけにとどまりません。新幹線は高速で大量輸送が可能でありながら、消費エネルギーの少ない移動手段であり、スピードもエネルギー性能もモデルチェンジのたびに新たな記録を打ち立ててきました。これらの成果は次世代の超電導リニアへと受け継がれていきます。超電導リニア方式を採用することによって、東京から名古屋、大阪を1時間圏内で結ぶわけです。人口6600万人の要するエリアを1時間圏内にするという機能を実現ができますので、中央新幹線の建設によってもっと大きな役割を果たしていきたいというふうに思っています。